わあ、菜の花すんごい綺麗、めっちゃ綺麗。こっち来て正解だった。こっちタダで見れるもん。すげえ綺麗。ちょっとゆっくりめで走りましょうね。いい感じだった。まだ咲いてるし。さあ、そろそろ海が見えるかな。おお。荒れてますね。白波が。あの反対側結構やっぱボーフリングがあって見えないかったりとか、なかなか待つとかもっていいんじゃないですか。いいロケーションじゃないかと思うんですが、どうでしょう。サーフポイントっていう感じではないのかな。うん、おお、なんかバシャーンと言ってるぞ。すごい首が甘いね。来た、あ、今来た、あ、来ないね、タイミングが来たー。バシャーあ、食らった。おお、なんかバシャーンと言ってるぞ。すごい食いが甘いね。来た、あ、今来た、あ、来ないね、タイミングが来たー。バシャーあ、食らった。いやー、もう塩やめてよ、勘弁してよ。下からクラウド、まあ、びっくりしたっていうか、なんかちょっと想像したけど、うん、来るんじゃねえかなぐらい。おー、いいんじゃないですか。あ、雲を追いかけてます。雲を追いかけてます。もう追いかけてます。めっちゃ速い雲。あ、行っちゃった。あ、速い。そしてまた雲を追いかけてます。雲見えるかな。ちょうどあの雲を追いかけてるところ、わかりますか。追いつかない。海沿いはもう本当なんか通ってるだけで楽しいっていうか、いいよね。ちょっと荒れてるけど。静岡県に入りましたって、何回目これ。この先静岡県です。はい。何回目って話よね、本当に。はい、もうさあ、長い静岡県が始まりますよ、また。さあ、今日は浜の子越しの新幹線見えるでしょうか。新幹線じゃないけど電車見えたな。何線だあれ。あ、ちょっとマンションだから建物。あ、来た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 、新幹線来ました。無事抜かれております。80キロ、いや80キロで走ったっけよ。無事抜かれてます。あ、ちょっと先が邪魔。あ、行っちゃうよ。反対側から来た。おー、今日はダブルで来ましたね。見えるかな。まあ、あとでちょっとズームすれば見えるかもしれないけど、今日はいいぞ。今日はいいぞ。浜松市に入
の岡屋で飯食おう、早めに10時40分、ちょっと早すぎるくらいだけど、まあいいか。あのなんか特別メニューみたいなのあるじゃないですか。そんなやつの設定ができなかった。風の、なんていうの、わかるかな、草の上を風が吹き抜ける時の、なんていうの、コントラストっていうの。開けたくないんだけど、なんていう広大な土地なんでしょう。待て待てスピード出せません。40キロしか、40キロ以上、50キロくらいかな。雲さん雲のスピード、まあ、どんどん後ろから追い抜かれてるけどね。あーすごい、前に雲のエリアが映ってっかな。正面に撮れる、来ましたね。でかくなってきました。さあ富士川です。信号のタイミングね。で、左側にの建物の隙間からちらっと見える高架線で、それでなんかこうパッと通っちゃった瞬間のなんかこうタイミングっていうのかな、次に来るタイミングみたいなのを測る、それがね結構分かっちゃうよね。あで今時間がね、電波時計で15時38分でございます。ちょうど駅、左側がちょうど駅なんだね。新富士の駅かな。で、まあ、そこから出発する新幹線があれば約1キロの加速力っていうのかな。あ、なんか止まってた今。あ、でも待てよ。左側だったから、左側ってことは対比線の入ってるってこと。小玉が、あ、でも下りか、下りの方が見えたんだろうな、多分今頭だけ見えたんですよ。
信号止まりたくないんで、なんかもうタイミングがね、ここでいつもグラグラされちゃうから。いや別に測ってないですよ、測ってないですけど、なんかそういうイメージね、毎回あそこで止まってなんかあーっていうあの映像結構多いじゃないですか。だからそれがね、ちょっと今今回マジか、タイミング遅かったしかも反対側からも来た、うわー、ダメだ、今日はダメでした。考えられることは、さっき、下り線に、まあ、小玉が止まってた、今、まあ、光が延び沿いかなんかが抜いていく、あの下り線がね抜いてったで、今上りの方に行ったやつが、あの光か望みだったとすると、新富士にもしかしたら小玉が止まっててその小玉がもう鬼加速で鬼加速でここに追いついてきてくれたらですよ。どうなんですかね、ちょっとゆっくり走りたいなできるだけゆっくり走りたいな。紙一重だよね。あと1分
分遅ければ、1分じゃちょっとあれかもしれない、30秒ぐらい遅ければ、あの信号だ、あの信号で今回止まってれば、こんなことへそできたんだ。うわー、マジか。うわー、そんなもんだよね。そんなもんですよ。あー、なんかでも少しね、予想が当たってちょっと嬉しい。なんか予想が当たったのが嬉しい。うわー、でもなー、ちょっと悔しいな。難しいっすよね。うわー、もうこのね、計算しないでっていうのがもう前提として、で、もちろん時刻表とかも見てないですよ、うん、で、今さっき15時38分だったっけっていうのを言ったと思うんですけど、で、まあ、手続きの方だったら何時に新富士に、停車してとか通過してとかって計算できるはずですよね、僕はちょっと面倒くさいんで言えないけど、なんでそれ考えて、うん、そのタイミングだったらその辺だなとかね、うん、いやー、そういうのはできると思うんだよね。だけどそれじゃつまんないっていうか、まあね、絵的にはすごくいいんだけど、なんかちょっと違うじゃないですか。なんか偶然っていうのをもういかにも作りたいっていうか、うん、そんな感じなんですよ。てればいいけど、 4K ぐらいで反応取ってれば、あの引き伸ばしてもね結構見えるんだけど、 フル HD か、フル HD だと、うん、ちょっとね難しいかもしれないですね、あの距離だとね、うん、しかもワイドで撮ってたから、まあいいや、とりあえず良かったってことで。景色はすごい、こっち来てよかった。やば、いやー、こっち舐めてたな、ちょっと。まさかのだったな、まさかこんなに雪残ってると思わない。山中湖村に入ります。山梨県さっき神奈川だったよね。さんが今度すごい。この先に山梨県です。はい、もう入ったと思います。おお、山中湖がすごい綺麗でございます。この道だったんだ。おお、ダイヤモンド富士までは行かないけど、すごい。ちょっとなんか脇富士みたいな。今のところしかなかった。